金曜日のこの時間は映画とエロスの伝道師、週刊文春や再造の連載でもおなじみの映画評論家、町山智博さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あれ、町山さん、口調が違いますよ。なんかどうしたんですか。いや、なんかちょっといろいろうまくいかなくて。なんか何がですか。あの、このハリウッド行ったんですよ、取材に。で、全然うまくいかなかったんで、しょぼしょぼなんです。あ、テレビのその中継がですか。そうなんです。今日出てなかったです。すっきり出てるって聞いたのに。あ、そうですか。まあ、僕はあんま映ってないですよ。でも、あの、カメラはすぐ僕の肩のところにあったんで、僕は角度的に映らないんですよ、ね。いや、でも和服姿見ましたよ。あれはね、映るためじゃないんです。はい。あの格好してると、スターが、あ、日本の人だと。ああ、サムライ。ああ、目立ってましたよ。サムライ、サムライ。あ、でもなんかね、1月23日土曜日、明日の夕方4時から5時まで、スッキリの特番で、その町山さんの取材の様子は見られるということです、ね。1時間もやるんですか、それ。その中に、そう、知ってないよ、それ。あ、全然知らないんですね。知ってないよ、それ。へぇー。ボロボロだったですよ、もう。ボロボロってどういう、どんな意味で。やっぱ上がっちゃってダメだったですね。ああ、ね。いや、それより日本最後の日、はしゃぎすぎなんじゃないですか。先週の金曜ね。ハンゴーバーしすぎですよ、あれ。ハンゴーバーね。そう。あの日めちゃくちゃきつかったですよ。だって、あの昼間、キラキラ出て、なんか、その後、あの、これ、今日、小学館漫画賞を受賞した、はい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 、深夜食堂の安倍さんにですね、はいはい、インタビューしてましたね。安倍アロンさんにインタビューして、その後、安倍君と一緒に、ゴールデン街の東郷健さんの店に行ったんですよ、はい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 、はい。で、東郷圭さんのですね、昔の参議院選の時のあの政見報道とか聞かされてですね、でその後次のゴールデンが行ったところでね、あの吉田剛ちゃんとか、はい、柳下さんはね、剛太さんとかですね、ダブル剛ですよ。覚えてないんですか、ひょっとして。あんまり覚えてないですか。あ、そうなんですか。ちょっと自分で見返してみてくださいよ。だって僕、そこに行く時点で夕方6時から6時間飲んだ後ですから。そうでしょうね。いや、でもね、なんか結構可愛らしい酔っ払いだったんですよ。可愛らしいですけど、あの、小島さんに叱られて勃起したとかっつってね。そう言ったの、俺。延々と言ってましたよ。嘘。あの、毎度同じ話をずっと繰り返し、あの、僕は小島さんにあの怒られたんだよとか。で、私はあの、ツイッターで、いやいや違いますよ、町山さんに怒ったんじゃないじゃないですかみたいな絡みを何度も何度もさせていただいたんですけど、覚えてない。酔っ払うと話がループするんです。そうですよね。だってもうその時点でもう7時間くらい飲んだ状態ですから。そうだったのか。というか、ハンゴーバーとして公開しましょうよ、これ。劇場公開しましょう、あれ。結構ね、長かったですから、ね。それダブルゴーで。ね、ゴーゴーだったですけどね。ゴーゴーですね。はい。いやでも、まあ、それでね、その後、朝5時ぐらいに、荷造りしてですね。あ、ホテルに一応帰ったんですかね。ホテル帰って、荷造りして、で、飛行機乗ってですね、アメリカ着いて。ハリウッド飛んでですね。あ、そのまま行っちゃったんだ。そうなんですよ。それで今度はスッキリの人に会ったらですね、日本テレビの、羽織袴を持って出してですね、これ着てくださいとか言うんですよ。あ、なるほど。スキルの方がいいです。なんで俺これ着るの。なんで俺今日やることになってるのみたいな話まで全然してなくてですね。これあれですよね、スッキリさんは町山さんに羽織袴を着せてレッドカーペットのスターに次々と突撃インタビューをしてもらいましょうってことだったんですか。そうなんですよ。ただレッドカーペットの中に入れない柵があるんですね、周りに。その柵のこう手前からレッドカーペット通るスターに声をかけるという仕事なんですね。できるだけそのまず一番大事なのは、あのだからね、僕ね、どういうインタビューして何の話をしたらいいんですかって聞いたんですよ。それぞれスターごとに聞くことがあるでしょうと、したらですね、そんな余裕はないですって言われたんです。話なんか聞けないですからって言われて、ってまずこっちに向かせることは、カメラの方に向かせることが大変なんですと。なるほど。カメラ向かせたらもうそれで大成功で、で人これ手とか振ってくれたら大成功で、なるほど。一言二言話せたらもうバンバン剤ですっていう世界で。そう、ちょっと電波少年的な感じなんですね。そうなんですよ。で、羽織袴を着せられたのも、その別にその映るためじゃなくて、その格好してる日本の人だから、その日本のマーケットを大事にする人は止まるだろうって考えて。なるほど。そうなんですよ。どうでした、実際なさってみて。大変でした、これがね。何がどう大変なの。これがね、まずね、立ち止まらないですよ、スターは。あ、もうさーっと歩いてっちゃうんだ。タタタタって行っちゃうのと、あとテレビ局とかの、あのアメリカのテレビ局とか、
あのでかいところに行っちゃうんですね。うん、すごいセットを組んでて、あのレッドカーペットの内側でセット組んでるんですよ。なるほど。だから取られちゃうんですね、そっちに。でこっちはでかい声で呼ぶんですけど、最初僕ね、ケビン・ベーコンが来たんですね。おケビン・ベーコンノミネートされてたんで、うん、でミスター・ベーコンって言ったんですよ、うん、そしたらね、そんな余裕ないですって言われたの、ディレクターに、うん、ケビンでいいんです、ケビンでそんな礼儀正しく言ってる時間ないですって、ケビン、ケビンみたいな感じだったんですよ。ケビン・ベーコンいい人だから来てくれたんですね。あの人いい人なんですよ。でそしたらあのこのスッキリっていう番組 の, そ の, あのローマ字で書いた戦争を出して、うん、これを読ませてくださいって言われて、うん、これ読んでくださいって言ったら、それ何って聞かれたんで、番組のタイトルですって言ったら、はい、そんなもの読まないわよって言われてですね、あらら、パブリシストの人が腕引っ張って言っちゃったんですけどね、あらら、あの要するに利用されちゃうからってことです、うん、でもね、番組コールをさせたら勝ちなんですよ。そうなのか。だから厳しい戦いなんですよ、これね。インタビューっていうよりも、もうその一言を どんだけ取れるかの駆け引きですね。そうそうそう、まず顔をこっち向けさせたら、もうみんなバンバンザイなんですよ、もう。うーすごい変な世界でね。外人スターがサンデージャポンって言ってるのと一緒ですね。なんだかわからないで、これ読んでくださいって言われて言うじゃないですか。サンデージャポンとか、あれと同じなんですけど。誰かこう、あれですか、あのこうコメント取れた人とかいたんですか、他に。コメント取れた人はね、うん、結構、クエンティン・タランティーノですね。おだってそれ顔見知りじゃないですか。そうなんですけど、クエンティン・タランティーノもさささって言っちゃおうとしたんですよ。したら一応僕の方見てくれて来てくれたんですね。おしたらね、彼も羽織袴だったんですよ。袴じゃないけど羽織着てたんですよ。絵になる絵になる。そう、それでうわー同じじゃんとか言って、大喜びしたら、それで頭飛んでですね、何聞いていいか分かんなくなっちゃった僕で、あーって言ってたらタランティーノももう時間ねえや行くぞって言っちゃったあらららら、あったんですよ。そうか、ね、やっぱりレッドカーペット失敗ばっかりでね、うん、エミリー・ブラントって女優さんがいいんですよ、はい、で今回ビクトリア女王世紀の愛って映画で、はいはいはい、主演女優賞候補だったんですけど、はい、エミリー・ブラント来たからよこ呼んだんですね僕、うん、名前で、うん、エミーって呼んでたんですよ、うん、そしたら彼女のパブリシストがこっち向いてムッとした顔で大きい声で、うん、そこのあんた、うちの子はエイミーじゃなくてエミリーよ。なるほど。名前間違えてた。あ、全然違う名前になっちゃうんですね。そうか、分かってても間違えちゃう、言い間違いですね、で、そういうのは連続して大変だったんですけど、はい、ね、ポール・マッカートニーはいい人でしたね、ポール・マッカートニーポール、ポールって呼んだんですよ、もうポールって今まで6億回ぐらい言われてる人ですけどもっと言われてるか、100兆回ぐらい言われてる人ですけど、そりゃそうでしょ。ボールって言ったらこっち向いて、いわゆるその柔道のオスの例をして、オスって言ったんですよ。あら、だから僕もオスって言って答えたんですけど、よく考えるとものすごく間抜けなボールオスってね、意味わかんないですよね。なんでボールオスなのかと思ったら、マリファナで昔拘置所に入ってた、ありましたね、警察官の人がなんかに、オスっていう挨拶を習ってから、日本人を見るとオスっていう人らしいんですよ。なんかそんなところが出どころなんですか。そうなんです。じっくり話を聞かせてくれたエッジでしたね、 U2 の。あ、何しに来たのか分かんないね。ちょっと酔っ払ってる感じでフラフラと来てですね、映画関係ないじゃないですか。主演じゃなくて主題歌賞で選ばれた候補になってて、主題歌賞取れますかって聞いたら、いや、ポール・マッカートニー大先生と戦うなんてもうおこがましくてとか言ってて、意外とエッジはダラダラと話してくれて、エッジの聞いてない会話でしたけど、はい、なるほど、取れてるじゃないですか、結構、町山さん、収録あるじゃないですか。クエンティン・タランティーノは大失敗で言葉が出なかったしね、結構恥ずかしいとかいっぱいね、入ってますよ。いや、でもそれも含めて、やっぱりレッドカーペットってすごいとこなんですね。レッドカーペット大変です。突然ね、トム・ハンクスとハリソン・フォードとロバート・ダニー・ジュニアが固まってきたりするんですよ。うわー、誰に声かけていいかわからないのも、パニックってるし、いや、気遅れしますね、確かに。これ気遅れするんですよ。だって町山さんと同じように各国のいろんなリポーターがわわわわ言ってるわけでしょ。もう隣イタリアで、あとオーストラリアだったんですけど、もう競争ですもんね。すごい、でも協力してこっちに向かせようって話になってたんですけどね。ああ、そうか、同じアングルで撮れるからね。カメラこっち向いてくれれば助かる。なかなか向かないもんだから、イタリアのカメラマンとか切れちゃってね、ふざけんじゃないわよとか言って大変だったんですけどねで、あともうビル・パクストンって俳優さんが来て、この人ビッグラブっていうモルモン原理主義者で一夫多妻をやってるお父さんのホームコメディに出てる人なんですけど、はいはい、その人が来たんですけど、やっぱこっち向かないんですよ、背中向けちゃってるから。そしたら娘連れてたんで、そのお嬢ちゃんお嬢ちゃんっつって、かわいいねっつって、お父さんこっち向かせてっつって向かせたりとかですね、いろいろあの手この手で大変だったですね。手段選ばないですね。手段選んでたらもうダメなんですよこれ。で結局どうやって収拾をつけたんですか。結局っていうかね、あ、
そう、タランティーノでもう一回失敗したのはね、タランティーノ話聞けて、まあでもうまく聞けなかったけど、あの、よかったかなって感じで、カメラマンの方見たらカメラマンムッとしてるんですよ、どうしたんですかって聞いたら、あの、町山さんは、上がっちゃってるんですねって言うんですよ。上がってますけどって言ったら、あの、タランティーノに話を聞くときに、自分の方にマイクを向けて、自分が喋るときにタランティーノにマイクを向けてたでしょって。音が取れてない。逆ですよ。ジスさんに言われると相当な混乱だと思いますよ。そう、パリス・ヒルトンの刑務所取材やったときも、同じことやって怒られてたんですけど、あれやっちゃうんですよ。音が取れない。音取れてないよって。これは V さんが泣いちゃいますよね。そう、もうボロボロでしたね。もう飲んでは方がいいんじゃないですか。あ、もうその場でね、シャンペン配ってるんですよ。ええ。だんだん飲んでましたけど。まあでもこのスッキリマリウッドスペシャル、1月23日土曜日16時17時ってね、あの関根麻里さんが、うん、ということで、まあホームページに町山さんのお名前はないんですけど、まあ町山さんの名前ないの？そう、僕だって裏方だもんだって。だから町山さんの映像は出るかもしれない、出ないかもしれない。何で呼ばれたかって聞いたら、要するに向こうからスターが来た時に誰が誰だかわからないから、それが見分けられる人が必要だったって言われたんですよ。なるほど。結局写真と照合したんじゃ間に合わないでしょ、あれ見て、あれは誰だ誰だって、あれ撮りましょうって声かけるっていう、ちゃんと分かる人じゃないと、その場で顔見ただけで、あのファーストネームが出る人じゃないとダメだったんですよ。なるほど。で、思いっきり名前間違えたんですけど、ちょっと面白すぎるじゃないですか。何やってるんだっていうね。で、あの、まあ、あのアバターがね、いくつも賞を取ったということで、これは町山さん的にはどうなんですか？あのね、アバターはね、もうね、これ一番最後のレッドカーペットもほとんど剥けた状態でジェームスカメラが来たんですよ。だからもう鳥みたいな感じ、すごいにこやかにこうゆっくりと歩きながらゆっくりと手を振ってきたんですよ。じゃあもう自信のある天皇陛下みたいな感じ で、これこいつ何なんだと思ってですね、こいつ最初から王者の風格じゃんみたいな感じで来たんですよ、で撮るんじゃないかなと思って、で僕は撮らないと思ってたんですね。そうね、予想してますもんね。アバターっていうのは、ゴールデングローブってのはアカデミー賞とその違ってですね、あのアメリカの人が投票するんじゃなくて、ヨーロッパとかアジアとかの外国人の記者の人が投票するんですよ。で結構年齢のがいってる人で50歳以上ぐらいなんですね、でそういう人たちってこういうアクション映画ってあんまり見ないでしょ。なるほど。でしかもこの 3D で3時間ぐらいある映画ってのは、あの年取ってる人疲れますからね、でこれアバター不利だろうと思ったのと、もう一つはこうアクション娯楽映画ってあんまりあのゴールデングローブ作品賞って取ってないんですよ実際。あ、そうなんですか。最近取ったやつでアカデミー賞と作品賞が違ったやつを言うと、ブロックバックマウンテンとか、償いとか、巡り合う時間たちとか、バベルって、そういった作品がゴールデングローブ作品賞取りやすい作品なんですね。なるほど。で具体的には芸術作品、インディペンデント作品、文芸作品なんですよ、だから僕はアバターないと思ったんですね。アバターはストーリー薄いですからね。ストーリー薄いんですよ、でこれをゴールデングローブ賞は取らないだろうと思ったんですが、あのある日本人 の、 その審査員の人が来ててですね、話を聞いたら、あのアバターってものすごく制作が遅れたんで、公開が年末だったにもかかわらず年末ギリギリまで試写ができなくて、でゴールデングローブ の、 その審査員を集めて特別試写があったらしいんですよ。でそれでもうゴールデングローブの審査員ほとんど全員いっぺんに見た上に、しかもそれが投票直前なんですよ。あ、そうか。そういうのは投票行動に影響が出るんですね。ものすごく影響しちゃったんですね。でだからこれでいいのかってことは言われてて、あのあといろいろ今回のゴールデングローブはあのシャーロック・ホームズって映画で、ロバート・ダウニー・ジュニアが主演男優賞を取ってるんですけど、これコメディミュージカル部門なんですね、コメディでもミュージカルでもないんですよこの映画、アクションなんですよ。だから絶対取らないと思ってて、でロバート・ダウニー・ジュニア自身も受賞した瞬間に取ると思ってなかったって言って正直に言ってるんですよ。これはインフォーマントでものすごい演技をしたマット・デーモンが絶対取るはずだって神さんも言ってたし、だからスピーチの準備しなかったとまで言ってるんですよ。本人たちは事前に知らないんですか？知らなかったんですよ。だからこういうふうに今回ものすごく娯楽作品に偏ったんですよね。どうしてなんでしょうね。これはね、多分ね、視聴率を良くするためじゃないかって気もするんですけど、ものすごく文芸作品によることで、そのゴールデングローブとかアカデミー賞って盛り上がりに欠けてきたんですね。だから娯楽的な作品に賞をあげることで盛り上げようってことみたいで、視聴率は確かに高かったんですよ。だから、そっち方向に寄せようってことだろうなと思ったんですが、まあ、しょうがねえなと思いつつもですね、これで、コメディ、ミュージカル部門で、これすごいことなんですよ。最終作品賞でですね、さっきから言ってるハングオーバーって映画がですね、撮ったんですよ。あ、撮ったんだ。僕これ見てたらその場で
日本から連絡あってですね、ハングオーバーの日本劇場公開の署名運動やってる彼からですね、連絡があって、今ゴールデングローブ賞取ったから、日本公開決定しましたって連絡ありました、ね、あ、よかったですね、はい、でもこれだって町山さんは絶対不可能っておっしゃってましたもんね、不可能だと思ったんですけど、まあ、署名運動とですね、2020集まってるのと、あとゴールデングローブって後押しがあって、奇跡が起こりましたね、はい、よかったですねこれは本当に、はい、ね、ということでね、あんまりテレビ見ないでほしいです、恥ずかしいから、はい、英語もボロボロでした、はい、自分も何言ってるかよく分からなくなってました、はい、酒も入ってました、ね、言えば言うほど見たくなります、言えば言うほど見ないでほしいんですけど、松山さんを愛してるわけですからね、はい、もう本当にまた来週も楽しい笑い物しちゃってんだろこの野郎ってね、じゃあまた来週よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼いたします、ね、アメリカから松山智弘さん